まあ双方がこう合致しとうというかね、うん、大谷、まあ高温とかそういったのも優れていますので、大谷焼きは、あ、じゃあこれ大谷焼きってことですか。これ大谷焼きで、であの今ね6軒か7軒大谷焼きする窯元あるんですけど、今2軒が、あのね、寝袋屋いうて職人さん2人がかりで、まあ、足でこう、ま、回して、うん、そういうところが2軒になっているので、その2軒の陶器から買ってます。いや8個買ったんですね。あの、まあ、1つの業者で4つずつ。あ、そういうことか。2軒やから寝袋できる技術が継承できているのが、あ、こっちと色が違うのかな。そっか、もう継承できない。違いますね、向こうと。あのね、科目が違うので。あ、これ大谷。ああ、だからここにしているところと、うん、そこにしているところとかこう、うん、そうですか。そうそう、だからちょっと見てもらったらコッパと全然違いますよ、うん、なんか色も茶色っぽい、色も違い、この厚さも多分違う。 あ、そうです。あ、そうなんだ、うん、なるほど。